ウクライナ小型ドローンでロシア軍の数少ない戦車支援戦闘車両を破壊。ロシア軍の乗員3人、重量53トンの BMPT ターミネーター戦車支援戦闘車は T-72 戦車の厚い装甲の車体に30ミリ機関砲2門と対戦車ミサイル4発の発射装置を備えた無人砲塔が組み合わさっている。ターミネーターは戦車と並走して敵の陣地に突撃できるほど強力だ。また高速で発射できる高射機関砲を装備しており、俊敏な敵歩兵との戦闘にも十分対応できるほど機敏に動く。ロシアの武器輸出企業ロスオボロンエクスポルトは、高い発射速度と2つの光学センサーにより BMPT は空中で交戦できるとさえ主張する。この主張は今となっては少し虚しく響く。ウクライナの特殊作戦を専門とするアルファ部隊が8月12日にある映像を投稿した。爆発物を積んだ一人称視点 FPV のレーシングドローンがウクライナ東部ドネツク州でロシア軍がまだ有するターミネーター9両のうちの1両を追いかけ回す様子が映っている。ロシア軍は2月にウラルバゴンザボード社が同軍のために製造した BMPT10 両のうちの1両をウクライナ東部での砲撃で初めて失った。先週末には2両目を失った可能性がある。ドネツク州にいたターミネーターに手榴弾を搭載した FPV ドローン数機が攻撃をかけた。修復不可能なほどではなくても BMPT は少なくともドローンの攻撃で動けなくなった。損傷したターミネーターを牽引するために T-80 戦車が到着すると、ウクライナ軍のドローンは T-80 も攻撃した。わずか5000ドル約73万円ほどと安価な FPV ドローンは1年半に及ぶロシアとウクライナの戦争で最も費用対効果の高い対車両兵器だ。敵の装甲車両を損傷させたり破壊したりするのに、両軍とも仮想現実 VR ヘッドセットを介してオペレーターが操縦する高速飛行のドローンを配備している。ウクライナ軍のユーリ・シチホリ准将は、 FPV ドローンはまさに我が軍の兵士が犠牲になるリスクを下げるために生かすべきものだとフォーブスの寄稿者セバスチャン・ロボリンに語った。重量900から1360g の FPV ドローンを撃ち落とすことは不可能ではない。だがレーシングドローンは小型で時速約128キロ超の速さで飛ぶ。また群れをなす可能性があるため対応は難しい。ターミネーターの乗員が先週末の FPV 攻撃を防げなかったのも無理はない。防空車両のオペレーターはレーダーで砲撃のタイミングを測れるかもしれないが、ターミネーターの乗員がドローンを撃ち落とすにはドローンが接近してくるのを確認しなければならない。 BMPT は突撃車両であり歩兵襲撃もできる。だが防空車両ではない。5000ドルのドローンの集団がそれを証明した。今回のロシアによるウクライナ侵略戦争で現状防衛力のさまざまな穴がはっきりしてきた。ドローン装備もその一つ。法規制があるからできないっていうなら、それを改正して自衛隊装備庁で最新戦対応可能なドローンの研究開発もすべきだろう。いわゆる自衛隊入隊はしなくても有事に招集即応できるドローン操縦者を育成しておけば潜在的防衛力強化にもつながる。もはやジェノサイド、ウクライナの子どもたちを誘拐洗脳するプーチンの野望、子供を連れ去り再教育を行うロシア、その非道について解説したアニメーション動画の内容を一部紹介。ロシアのウクライナ侵攻がジェノサイド、集団虐殺戦争であることが次第に明らかになってきた。無差別殺人や集団レイプに加え、ウクライナの子供たちを連れ去る事例も報告されている。ウクライナを歴史から抹消し若い血を移植しようとしているロシア、誘拐とロシア化教育に見るプーチンの野望とは。本記事では本誌 YouTube チャンネルの動画、ウクライナの子どもたちを誘拐洗脳ロシアジェノサイド政策の狙いとは、アニメで解説の内容をダイジェスト的に紹介する。昨年12月24日付のワシントンポスト紙で、ウクライナの大勢の子どもたちを船で移送し
ロシア人の養子にしてロシア人として育て、ウクライナを消滅させるというロシアの計画の詳細が報じられた。ロシアのジェノサイド戦争をより大きな枠組みで文化的に解釈すれば、ウクライナは今も昔も存在せず、歴史から抹消されるべきだというのがロシア当局の考えだ。2014年にウクライナ南部のクリミアを併合し、東部ドンバス地方で開戦して以降、ロシア当局のこうした考え方はピークに達した。ある機構は、ウクライナ人の国民性なる概念をロシア南部特有の欧米主義と呼んだ。22年2月の侵攻直後からロシア軍はウクライナ文化の弾圧を開始した。占領地の街頭に掲げられたウクライナの国民的詩人タラス・シェフチェンコの肖像は引き裂かれるか覆い隠された。町名標識はウクライナ語からロシア語表記に、色もウクライナ国旗の青と黄色からロシア国旗の白、青、赤に塗り替えられた。占領地域、現在は撤退中では偽りの住民投票が実施され、そこで暮らす人々はウクライナ人ではなくなった。ロシア政府から見れば、彼らはロシア人であり、そうでないと主張する人々はナチス、もしくは頭がおかしいとされる。拷問や処刑も報告されてきたが、最悪なのは子どもの連れ去りだ。ロシアに強制移送されたウクライナの子どもたちは、新たな養父母とロシアのパスポートを与えられ、ロシアの学校で再教育を受ける。ロシアでの生活が長引くほど、かつての祖国を嫌い、蔑むようになってしまう。こうした行為の根底には、急激な高齢化というロシアの厳しい現実がある。何万人もの若者がウクライナで戦死し、将来性のある国民は動員を免れようと国外へ逃れた。プーチンは死にかけた祖国に若い血を移植しようと焦っている。ロシアがウクライナ南部レニ港を再びドローン攻撃。ウクライナは東部ドネツク州の集落奪還映像を公開。ルーマニアとの国境に近いウクライナ南部オデーサ州の港をロシアが再びドローンで攻撃。穀物倉庫などが被害を受けました。夜の港に大きな爆発音が響き、巨大な煙が立ち上ります。これはウクライナ南部オデーサ州にあるレニ港の映像で、ドナウ川を挟んだ対岸のルーマニア側から撮影されました。レニ港は15日夜から16日にかけてロシアのドローン攻撃を受け、州知事によると穀物倉庫などが被害を受けましたが、怪我人はいないということです。レニ港はウクライナの穀物輸出の重要な拠点の一つとされ、ロシア軍は先月下旬もドローン攻撃を加えています。一方、ウクライナ軍は16日東部ドネツク州の集落ウロジャイネをロシアから奪還したとする映像を公開しました。マリャル国防次官も SNS で、ウロジャイネが解放された、守備隊が陣地を固めていると明かした上で、攻勢は続いていると強調しています。先般のイギリスから訓練を受けた海兵隊及び特殊部隊が編入された旅団等による戦果であれば、奪還面積云々の状況としては大きな戦況の動きではないにしても、反転攻勢の部分的成功なのでしょう。ちなみに第二次世界大戦時のドイツの東部戦線は、北はレニングラードから白ロシア、現在のベラルーシ、現在のロシアのベルゴロド、クルスク、油田地帯であるコーカサス地方に至るまで広大な戦線を展開していました。現在のウクライナで激戦が展開されたのは、独ソ戦での3回にわたるハリコフ攻防戦であり、またキエフ包囲、チェルカッシーの戦い等があります。ナチスドイツ占領下のウクライナ国内各地で壮絶かつ悲惨な戦闘が行われたのは間違いありませんが、解放した村にウクライナの旗。東部ドネツク州、ウクライナ軍は東部ドネツク州の集落ウロジャイネを解放したと発表した後、ウクライナ軍による映像を公開した。 CNN が位置情報を確認した動画には、ウクライナ軍の兵士が第二次世界大戦で戦ったソ連の兵士に捧げられた記念碑の近くでウクライナの国旗を掲揚する様子が捉えられていた。ウクライナ軍は投稿した動画で、第35独立海兵旅団や第38独立海兵旅団、ウクライナ軍の他の部隊の兵士によって
反転攻勢の一環としてドネツク州ウロジャイネの集落を解放したと述べた。ウロジャイネ内部のロシア軍は特に約2週間前に近隣のスタロマイオルスケ村がウクライナ軍によって奪還されて以降、不安定な状況に置かれていた。ロシア軍兵士やロシア軍に近い軍事ブロガーらは、ウクライナ軍が複数の方面から攻撃することが可能になったことから、ウロジャイネの陥落は時間の問題だとの見方を示していた。